が言った。皆さんこんにちは。みんなです。たかです。 LT ブログです。はい、ということでね、昨日はトイレで野宿したんですけど、めちゃくちゃ快適でしたね。うん、よく寝れた。まあなんでトイレで野宿してんのって気になった方はね、昨日の動画もチェックしてみてください。そうだね。ということで今日はですね、 Dune 45っていう砂漠に向かってます。昨日の天気が嘘みたいに晴れとるな。はい、ちょっとね、今ね、ダウン着てるんだけど、アフリカの朝はね、寒い。なんか気温は20度もないし、まあ、今日に関しては風も強いから、相当寒い。めちゃくちゃ車止まってるな。なんかもしかしたらでかい川ができてるかもしれないね。うわー、やっぱり道路が川になってるわ。さすがにこれは車じゃ通れないね。やばいな。ちなみに今ね、他の車もこういう風にスタックして止まってんだよね。で、これ一回モロッコに行った時もこれ経験して、多分1時間ぐらいすると水が引いてくるから、それまではもう待つしかないかな。ちょっと今道を調べたら他の道もありそうだから、ちょっとここは諦めて他の道をトライしてみます。ただ他の道もね、同じように多分フラット、まあ、洪水起きてるから、まあ、どっちにしろダメかもしれないけど、とりあえず行ってみます。ちょっと他の道トライする前に一回ロッジに戻ってローカルの人の意見聞いてみるか。はい、とりあえずね、ロッジに。We had left about an hour ago on the way to Sestri. Yes. And the road is flooded. Okay. So we can't pass. And now we are thinking about going the other direction. Do you think it's better? What do you mean going around that way? The river passes right across. Okay. It's the same road again. River crosses that road and it crosses that road. Okay, so it's not really possible. It's the same river. The same problem. The same river crossing both roads. Okay. The Sakha River. Okay. So there is no way we can pass. I will try to... Look, our guides drove through this morning. What car do you have? 2x4. I wouldn't do it. No, right? Yeah, too dangerous, right? Do it tomorrow morning. Where are you going tomorrow morning? We have to go back in Windhoek tonight, and we have to return our car tomorrow. Oh, no. So it's like the only option we have is going back to Windhoek. Somewhere. Thank you very much. Thank you. はい、ということでね、今ロッジの人に聞いたら、やっぱ無理だと。まああそこに川が流れてるんだったら、他の道トライしても結局川がぶち当たるから、まあ肉じゃね、今日中はもう渡れないと。で、明日の朝まで待つしかないっていう感じだったから、もうしょうがないからウィントフックに戻りましょう。まあね、まあ生きてれば、命さえあればまた来ることできるからね。もう今日は自然にはかなわないってことでね、行くか。はい、ということでね、さっき川があったのはこっから右の方にあって、ウィントフックに帰る道は左だから、あ、Yeah, from the lodge. Yeah, no problem. Yeah, no problem. Oh. To the lodge. Okay. Back to the lodge. Where do you want to go? Yeah, there's this a little way, right? There. So we tried there, but we came back. We are going back to Windhoek. Good luck. Windhoek までね、400キロぐらいあるから、まあどっかにまたああいう川があったらね、そこでスタックしちゃうので、神様に祈るしかないね。
とね、天気予報によるとね、この後また雨が降ってくるらしくて、ちょっと雨が降り始める前にはね、ちょっと街の近くまで、できるだけ近くまで行きたいですね。もう昨日の状況に加えて今日また雨降り始めたら、もう確実に終わると思うから。これ左から行って向こうの右側に当てた方がいいか。またあるわ。もっとあっち。こっちか。でも石があるから。で、石があってもいいでしょ。うわ、またあるわ。もう何個あんだよ。怖いんだよな。ちょっと今沼道みたいな沼地を走ってるんだけど、途中でスタックしそうで怖い。これ左の方が行って、ここに来て池、まあ、流れてないから流されることはないけど、どんぐらい深いか分かんないよね。こっからの斜めに向かいに向こうに行くか。もうしょうがないもんな。めっちゃ深い。おー、マジで怖えよ。今ね、休憩所があるから、ここでひとまず昼ご飯を食います。はい、ということで今日のお昼ご飯は韓国の辛ラーメンです。うまいな。よし、腹もいっぱいになったし、行くか。車来たな。行きましょう。はい、ということで今100キロぐらい走ってきて村に到着しました。こっからウィントフックまでがあと300キロぐらいかな。はい、ということでウィントフックに帰ってきました。長かった。あくびしてるよ。よいしょ、着きましたね。寒くなりましたね。めちゃ寒い。よいしょ、おお。車汚っ。そう、なんかこれが本当に道路だよ。これ見て、今日めちゃくちゃ洪水の中走ったから車がえぐいな。まあでもね、最後まで耐えてくれたよ。さすが世界のトヨタ。はい、ということでね、ウィントフック帰ってきました。帰ってきました。ちょうどね、1週間ナミビア一周の旅がね、終わりました。楽しかったね。辛かったね。辛かった。そうだな。まあね、この旅ずっとね、動画を見てくれてる人はまあわかると思うけど、旅のね、前半はね、すごい調子良かったんだよね。ああ、大自然の中でキャンプしたり、サファリでライオン見たり。それはすごかった。あれやばかったね、興奮したもんな。うん、オポーっていう街でね、ヒンバ族に会いに行ってね、まあ、自分と全く違う文化の暮らしをしてる人に会ってね、すごい新鮮だったね。うん、勉強になりました。で、その後、後半になったらもうトラブルしかなかった。もうトラブルのみ。まずなんだ、タイヤが後輪両方パンクして、大雨が降ってタイヤがスリップして、雷が原因でトイレで野宿することになったり、で、今日はね、昨日の大雨が原因で道路が洪水してて、もう道が断絶してるっていうね。怖かった。もうトラブルばっかだったわ。まあアフリカだからね、トラブルばっかだよね。で、今日本当は見どころだったね、ナミブ砂漠とデッドフレイ、一番行きたかったところが行けなかったんだよな。自然がちょっと牙を向くとね、人間なんて何もできないんだなっていうのを身に染みてね、感じましたわ。本当自然は舐めたらあかん。1週間ナミビア一周の旅を振り返ってみてね、まあ、思うことはただ一つですよ。四駆を借りとけばよかった。
トリアフォールズすげえ。